カバじゃない？カバかい？カバに見えますよ。カバか。でもバビールーサって書いてあるよ、うん、バビールーサって書いてあるよ。バビールーサっていうカバじゃないかい？カバなのかい？あんたカバ？出ました。おはようございます。シンガポール3日目です。今日はですね、大きなイベントがありまして、まずトニーがずっと行きたいと憧れの聖地ポロロパークに行きます。ポロロって韓国のなんか子供向け人気キャラクターなんですけど、もうとにかく人気 でもそれがね、あのタイで特別そういうランドがないので、シンガポールにはあるとずっと前から目星をつけておりました。うっかりそこに行くのを忘れていたんですけど、昨日急遽思い出して、あ、ポロロランド行かなと思って、で、あのチケットが取れたのでね、今日はまずお昼はそこに行きます。でもその前にシンガポール名物の朝食のカヤトーストを今から食べに行きます。それはポロロランドのね、あの近くにあるので、それ食べてポロロ行って、で私リクエストのナイトサファリに今日夜行きます。イエーイ。じゃあ夜の動物でしょ？そうだよ、それがナイトサファリって言うんだよ。でもそれがね、8時45分とかの回でめっちゃ遅いので、ポロロ終わりにまあなんかうろうろしてちょっと時間をね潰して、そっから向かいたいと思います。そんなスケジュールでーす。イエーイ。ポロロの名前言える？言って。ポロロ、うん、ペティ、うん、ルーピー、うん、プイ、うん、トント。お、お、結構思い出したね。あとエリー、うん、おー、お、すごいすごいすごい、一気に記憶が蘇った。昨日2、3個しかできなかった。あとね、トントンの家に、うん、猫の名前忘れた。あ、トントンに猫いたっけ。じゃあ今日はそれを見に行こうね。あと目玉しのやつも、うん、オッケー、じゃあ準備はオッケーだ。じゃあパパ一言。え？意気込みを。意気込み。意気込み。今日も楽しむぞ。イエーイ。来ました。お、これぞまさに。ポロロランド。ポロロパーク。マリーナスクエアモールというのに来ました。もう今日はね、お互いの体力消耗を考えてこれで来ました。マクドやテア君が気になっててんな。バターミルククリスピーバーガーっていうバーガーがあるらしくて、うんうんうん、それがね、シンガポール限定らしい。甘そう。なんかパイナップルが挟まってて、おお、美味しそうだった。南国感。どこで食べれたらいいね。ね、今はカヤトーストという硬い石があるからな。カヤトーストだ。カヤトーストなんぼのもんじゃい。どこやろね、なんかチェーン店がめちゃくちゃあって、そのカヤトーストチェーン店がここのねモールにもあるらしい。あのコナンの、うん、あのシンガポール舞台にした、うん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 、なんだっけ、なんとかの青い弾丸って書いて、なんて読むかわからんやつ。拳のやつ。あ、そう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 、青い拳だ、うん、コナンの映画で、うん、出てきたあのカヤトーストのお店がその店らしい、うん、おー、マンゴーやって、おー、なんかいろいろ売ってる。あ、おもちゃやん。わー、これはこれは足止め。あ、トミカ売ってる。セイヤ日本の。あ、セイヤだ。抱きしめた。すごい、ゴールドクロス着てる。あ、フォーキー。いろいろやね。プラレールもあるし。鬼滅が叩き売り。1個500円ぐらい。お、呪術。やっぱりシンガポールも呪術廻戦すごいんかな。もう一緒か、タイと流行りものは。トニーはね、善逸が大好き。全部こうじゃいく。
煉獄さん、煉獄さん、あれ、ちょっと前逸は何の呼吸ですか。雷、雷の技名は猪之助。あれ、お茶子がいるやん。ヒロアカも技、ヒロアカ完結したんですよ。あ、ネットニュースでやってた。炭治郎いないじゃん。待って、そう、昔のねうずこや。あ、ユニドラゴンだ。ユニドラゴンだ。団体合体、団体合体のやつじゃん。読めるトレーラードック、ね、すごい詳しい。動画でよく見てるやつじゃん。ユニドラゴン、日本に帰ってパパに買ってきてもらってるやつやな。やっぱどの国でも日本のカルチャーは大人気だね、うん、ねえ、しかも流行ってるの大体一緒やね、うん、すごい未来的な回転寿司が。寿司ゴー、寿司ゴーゴーすんのかな。ゴーするんだろうな。いろんな誘惑が多すぎてなかなかたどり着かん。どっちか。あ、なんだあれ、トミカの自販機が。すごい誘惑だらけです。あ、ジャパンホーム、へー、すごい日本だね。日本の家やけどシンガポール土産が売ってる。ありました。あ、あったあった、これだこれだ。ギアクガヤトースト、これこれこれ、ここだ。ついた。ヤフンカヤトースト。うん。じゃーん。おー、カヤトースト。いろんなセットを頼んだんやけど、シンプルなのが。基本がこのトーストと、うん、温泉卵、うん、と飲み物のセット。はい。で、これがカヤトースト。カヤトースト、ココナッツのなんかね。うんうん、でこれが、これがね、砂糖、シュガーのやつ、バターシュガートースト、うん、でこれがフレンチトースト。はい、この3つにしてみました。いい、なんかさ、卵がテンション上がるね。いいね。で飲み物は、うん、コーヒーと紅茶で、うん、ホットアイス選べる。はい、で最高。アイスコーヒーと、ホットコーヒーと紅茶、うん、はい。どうですか、カヤトーストは。美味しい。すごい、めちゃくちゃ食べてる。いただきます。うわ、うまっ、うまっ。美味しい。砂糖とバターが挟んである。ジャムが入ってる、うん、これか、これがカヤ、うん、カヤジャム。ラスクよりはちょっと柔らかめのパンね。ラスクとパンの間ってね、ここにたっぷりのバターと甘いジャムが、ちょっと蜂蜜っぽい味のジャム。へー、うまっ。リリスの卵、わ、理想の朝ごはん。わ、新しい。私もちょっと難しい。どれどれ、これでカヤトーストは。あ、うまっ。シュガーはどこでも食べれるから、こっちを選ぶべきや。うわ、これはしょっぱ甘だね。しょっぱ甘。え、ちょっと、うさぎすぎる。いや、これ失敗した。いや、違う、これ本当にちょっと入れるつもりがめっちゃ黒い本当にちょっと入れるつもりだった。ダークトーストだ。いやでもね、しょっぱ甘じゃなくてもほぼしょっぱいんちゃう。いやいや、これの色は濃いから、うん、濃く見えるだけ。あ、本当に。本当本当。実際は実際そんなかかってないから。マジマジで。え、それいける。黒すぎて一気に黒くなっちゃったけど。漆黒。そっか、味は大丈夫だね。味大丈夫大丈夫。全然強がってるわけじゃないから。え、これ美味しい。ちょっと一人前じゃ足りないかも。もっと食べたい、うん、ね、名物なだけあるな、ね。うわー、これは、うわー、いいね、卵と。甘いもの好きな人はたまらんぞ。うん、卵があると
幸せ度が上がるよ。上がる。温泉卵ね。うん。やっぱ朝食バイキングに温泉卵があるかないかだけでさ、うん、全然テンション変わるもん。違うよね。目玉焼きでも卵焼きでもなく温泉卵。おお。美味しいね。おすごい。すごい速さで食べてる。すごい速さ。いいね、なんかシンガポールに住んだら、うん、これだな、幸せな朝。ちょっと今日カヤタオスト食べちゃおうかな。確かに家の近くにあったらめっちゃいいな。めっちゃいいな、うん、なんかすごい幸せな気持ちになる。明日もこれ食べに行く。食べたい食べたい。カヤタオストでお腹いっぱいになったので、今からポロロパークに向かいます。3時間パックです。パパウキウキやな。一番ポロロに会いたかったんじゃ。うちらも散々見さされたからな。あ、でも会いたいよね。うん。ポロロはあれでしょ、韓国で大統領に推薦されるぐらい人気なんでしょ。そうそうそう。だからそのポロロを大統領にしようぜって運動が起きたらしい。うわー、すごいな。すごいよ、本当に。信じられない。 やばすぎ。ポロロを大統領にするのが一番世界が平和になるから。おー、まあ確かに。あ、あった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 。ポロロのあっただ。おお。ポロロのさ、おもちゃこんな売ってるわ。うわ、ほんまや、ポロロだらけ。ポロロとロリーだ。あれ、タヨやん。あ、タヨだ。タヨの変形だ。トランスフォーマーだ。タヨトランスフォーマー。え、こんなん本編にあったっけ。タヨって変形したっけ。なかったよだけ。ポロロのさ、うん、おもちゃって、うん、タイだとあんま売ってないよ。売ってない、うん、あんまり見へんよね。今ホラーゲームのゲーム実況ばっかり見てるトニーですが、ちょっと前はこういう可愛らしいのを見てたんだ。あ、ママが好きな、なんだっけ。この子はね、もともと地味な色のカラーリングでめっちゃ人気なくて売れ残った車やってんけど、太陽の会社の人が買い取ってピンク色に塗装してくれたっていう。あ、ハートって名前やわ。あれめっちゃいい回なんだよな。めっちゃいいよね。そう、お花がハート型。すげえ泣ける回。ね。うわ、このサイズのぬいぐるみ超かわいい。すごい。クロンかわいいじゃん。クロンや。トニーは何が一番好きなんだっけ。全部か。わー、すごいな。ずっと YouTube で見てました。わ、かわいい。これ見てました。これ普通に飾りたい。いや、デザトイ感覚で見てるやん。俺最近さ、うん、その自分が過去ちっちゃい時に好きだったものとか、うん、そういうのも集めてんだけど、あ、でもあのトニーがハマったものも結構買うようにしてる、うん。もう自分の思い出としてね。そうそう、思い出で。わかるわかる。キングオージャーとかも部屋に飾っておきたいし。ああ、そう、だからそれは普通に欲しいだけやろ。いや、違う。そう、キングオージャーはあんたの趣味でもあるが。本当にトニーがハマったっていうのが、うん、やっぱなんかすごい大切なものっていう。そうか。だからこれも飾って、うん、なんかその時の気持ちを思い出したいっていう。なるほどね。買おうか。え、69シンガポールドルですね。おー、7,000円。ちょっと思い出にしては高いかな。ポロロパークシンガポール、行こう行こう。ポロロと一緒に会えるのは、じゃあこれ履いてください。靴下必須ということで、靴下購入です。はい、3つで10シンガポールドル。ポロロパークって書いてあるよ。これもらえるのかな。うん。あ、じゃあお土産として。ポロパークって書いてあるし、まあ、これお土産や。よいしょ。おもちゃはなしか。おもちゃはなしか。自分で持ってきたおもちゃを脱ぎ捨てて。伸びて止める。分かった分かった。ちょっと待って、ちょっと待って、パパがまだ。すごい、ガラス機だ。やったね。あ、ここでなんか食べれるんやね。ね、あ、本当だ。あ、ね、ルーピーズカフェだって。ルーピーのカフェだ。あ、ルーピーのカフェ。うん、あ、いいやん。わー、やったやった。ここで3時間ゆっくりしましょう。これはタイから夢にまで見たポロロだ。うわ、サメゾーン。あ、ポロロの家だ。すげー。あ、すごいすごい、ポロロの家
アニメまんまじゃん。すげえ。等身大このサイズなんかな。おおお、ちょっと待ってくれ。見て大丈夫じゃないこれ。この子のベッドだよ。すげえ。どうですか。気持ちいい。気持ちいい。クロンが魔法の杖を手に入れて、うん、触ると何でもお菓子になっちゃうみたいな力手に入れて、うんうん、ベッドとか全部お菓子になっちゃう。あーその回ポールプールもある。トントンいた、トントンいた、トントン。なかなかいないレアキャラ。トントン可愛いんだよね。あシンガポールに来て一番のはしゃぎっぷり。やっぱ来てよかったな。トントンと写真撮ってあげるよ。はい、見た。危ないよけど。屋内やけど、もう十分遊べます。はい、見て。これありがたいやつや。このね、親からしたらありがたい砂に模した木のブロック。これ一番いいのよ。これね、足にもつかないし。そう、服にも入り込むし、ありがたい。うわすごいすごい、いっぱい遊べ。親が並んで撮ってます。あ来た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 、やっほー。あお兄さん歩きでついてくるんだ。お兄さん歩いてる。すごい。なんて可愛いんでしょう。嬉しいね。平和が詰まっている。夢やったもんな。やっぱ旅行中はさ、うん、結局そのポニーが楽しんでる姿が一番楽しい。そうそうそう、こっちにしてもね。迎えに行くパパ、幼稚園の送り迎えみたいに集まってる。来たおかえり。感動の再会。よく生きて帰ったことだな。何してんの。とりあえずポールプールある。あ、次。はい、チーズ。見て、ショー。あ、そうや、ここで踊るんじゃん。あ、絶対そう。ポロロたちの前座。これじゃあ集客できんな。あれ、あ、あ、来た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 。かわいい。無表情で踊って。あーぶつかってる。結局ポロロランドに3時間限界ギリギリまでいまして、で出るときにもっと遊びたいって言って号泣しまして、で今マックでハッピーセット食べてご機嫌になりました。ハッピーセットで釣りました。泣くほど楽しかったかポロランド。まや、よかったよ。じゃあ気になってたバターミルククリスピーチキン頼んでみました、うん、これ箱を開けたらそのままバーガーだと思うじゃん、うん、放送されてる。明日お休みの日、何する？明日帰るんだよ。明日帰るんだよ。早かったね。もっと痛い？ずっと痛い。ずっと痛い。楽しかったか、そんなに。よかったね。まだまだ楽しいよ。今日は夜、動物に会うからね。しかも夜。夜も来るよ。初めてだよ。ママも初めてだ。ドリンクがストローじゃなくなってた。プラカップ。うん。これなんか日本でも最近そうなったらしいね。ね。友達から聞いたけど、うん、紙のストローよりめっちゃいい。いいね、うん、紙ストロー嫌いだったから、ね、すごい、 すごいな。バターミルククリスピーチキン、うん、うまい、うま、うま。どんな味？チキンがかなりコショウ効いてる、うん、でサックサクで、そこにねなんか濃厚なクリームソース、それがミルク、多分ミルクかな。うーん、パイナップルは？パイナップル合う。なんかチキンの味が割と濃いから、うんうんうん、それ うまい感じになんか中和されて、クリーミーでなんか酸味があって、パイナップルのピザ好きな人は好きだと思う。リピする？え、リピする。おお、うまい。だいぶ美味しいよねそれ。食べてみ。照り焼きバーガーより美味
しいんですか？うまくない？おいしい。おいしいよね、うんうん、クリスピーのブラックペッパーのチキンが結構ペッパーやからさ、うん、辛いと見せかけてこのパイナップルの甘みが中和して、うん、程よくおいしい、うん、まあ私のフィレオフィッシュと一緒ぐらいおいしいな。フィレオフィッシュは変わんない？うん、変わらん。いいね。1ミリも安定のおいしさ。安定。ジャンクまみれになってしまった。野菜が食べたい。鍋食べたいね。うーん、シンガポールは鍋料理が結構多いっぽい。あ、そうなんや。うん、昨日のフードコートでもなんか鍋っぽいのいっぱいなかった。あー、野菜が美味しく無限に食べれる料理が食べたいな。野菜食べたいよ。うん、マクドから移動して寒くなったのでスープを飲んでからナイトサファリに向かいます。めっちゃ寒い。室内結構寒い。ねえ、結構寒い。あ、来た。リア君のはね、なんだっけ、ビューティースープ。ビューティーコラーゲン、コラーゲンスープ。なんでやねん。最近美容に目覚めたリオナリシ。コラーゲンがすごそう。私はこう薬膳的な。すげえ。なんかね、アワビとかカキとか入ってるっぽい。海鮮スープ。海鮮、もうとにかく体に良さそうなのを選びました。いやー、なんかタイよりさ、うん、寒い感じがする。ちょっと私ももう ね、すごいね、うん、なんやかんやマックにだいぶいたので。そう、バーガー食べてから3時間ぐらい寝てる。めっちゃ寝たんだね。でもよかった、ナイトサファリまでに寝てくれて。じゃあいただきます。すごい。あー、なんかもう体に良さそう。うまい。うまみだけでできてる。うまっ。海鮮の、すごいコク。干しホタテ、干し柿、干しアワビ。うわ、それをなんかコラーゲンで煮詰めたよ。うわ、絶対うまいじゃん。うまっ。これは健康になる。ビューティースープ。なんでやねん。すごいね、ドロドロ感が。おお。うわ、コラーゲンすごい、これ。うまっ。うまっ。味うまっ。何味？海鮮の味だ。あの、フカヒレスープに。あー、おいしいやつやん。ドロドロやね。鶏の旨味がめっちゃ出てる。おー、いいね。わー、芯から温まるわ。これナイトサファリ頑張れそうですか？頑張れそうです。頑張るって何が。何を頑張って。やれんのか。これ何なんだ。うわ、これコラーゲン。コラーゲンの概念だ。これコラーゲン。すげー、何何これ。いや、クラゲみたい。わー、美味しそう。うん、お、何やった？コラーゲン。へへ、分かってへんやん。うん、ブルブル。それ若手女子アナがやるボケやで。もうプルプルになりましたっていう。ナイトサファリまで温まっていきます。もっとあげる。私めちゃくちゃ気に入ってんの。ハマりました。もっとあげるよ。鳥さん食べる？ご飯ちょっとだけ入れようか。それでスープで食べて。美味しいよ。温まるね。美味しいね。はい、ナイトサファリの駐車場に着きました。ナイトサファリ、なんだこりゃ。ワニが売ってる。自販機だ。自販機でワニが買えるぞ。受付は奥かな。結構ね、にぎわってる。30分ぐらいかな、中心地から。チケットはもう購入してあるので、それを見せれば行けるはずやねんけど。おー、ナイトサファリって書いてる。ナイトサファリはさ、日中普通のサファリパークってわけじゃなくて、もうナイトサファリなんやね。夜限定ってことか。そうじゃない。うー、見てる。ワクワクするね。すごい人。無事に中に入れました。すごい人や。
か思えないにぎわいです。すごい、すごい、ワクワクするね。うちはね、このね、コラムって、え、90分待ちって書いてある。え、ということ8時45分のチケットにしてんねんけど、トラム90分、どういうこと。トラムのね、乗車チケットも取ってあんねん。あ、そうなの。うん、じゃあ見せればいけんの。見せればいけると思うけど、これはあれかな、順番待ちかな。でも時間がでも長い。なんとですね、トラムのチケットは取ってあるんですけど、時間指定ではなくて、もう全員ね、早いもん勝ちらしくて、今並んだ1時間半後に乗れるそうなんですよ。で、今はもう8時半とかで、1時間半待ったらちょっとね、どっぷりくれてしまうので、ウォーキングコース、歩いて回るコースはトラムよりかは時間かかって、だいたい1時間ぐらいで回れるんですけど、全然待ち時間なしで勝手にどうぞっていう感じらしいんですよ。ここに0分、こっちが歩きで待ち時間0分、0分、こっちは待ち時間1時間半。なので我々はもう歩いてね、回ろうかと思います。さっきスタッフのお兄さんに聞いたら、うん、このキャリーケース行けますって言ってたんで。はい、よかっためっちゃ活躍。これで行こう行こう行こう。こんなルートやね。でもね、ネットで見たけど、やっぱりじっくりね、夜の動物を見たい人は歩くコースがぜひおすすめやねんって。これ、大丈夫な歩きで。いや、大丈夫じゃなかったらやってへんやろ。ライオンとかだって、大丈夫な。なんか、吐いたあかんとか書いてるんちゃう、場所は。怖え。よし、では、行きましょう。ゴー。思わんかったな。いいなぁ、楽ちんでいいなぁ。ベビーカーでもね、行ってる人多いからね、結構ファミリーで歩きっていうのは全然ありなんかもしれん。いや、見てこれ、トラムの乗り物の列よ。結構ね、1台で大人数乗れるはずやねんけど、この列、あ、これこれこれ、このオレンジのやつ、これがトラムなんですけど、これに乗ったら30分ぐらいでね、見て回れるそうなんです。それがもう大人気すぎて、こんな列すごい、すごい。これで行く予定やってんけど、え、ウォーキングはこんな暗い道なん。うわー、やばい。ワクワクするな。あ、ちょっとちょっと持っときなさい、ここ危ないから。危ない、うん、危ないからね。よいしょ、すごい急な坂、山道やで。重いなぁ。え、降りる？うん、降りよう降りよう。歩く？ちょっとこの道はパパ大変なるわ。はい、すごい。あ、もうすでに何かいるんだよ。もうすでに、あ、なんかガラス張りで、揺れてる。揺れてるよ。なんかいる、なんかいる。あ、こういうのはトラムじゃ見れへんぽい。え、なんかいる？なんかいるね、揺れてるね。風だよ、風。風かな。フクロウがいるんだ。フクロウいんの。全然わからん。全然わからんな。フクロウ何いるの？全然わからん。え？いるいる。どこ？見える。あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや、いたいたいた。よく見つけたね。え、すごいすごいすごい。いたね。本当だ。フクロウは夜の動物、夜に落ちてるやつ。そうだよね。そうだね。パジャマスクで見たもんね。歩きの方が楽しいかもしれない。うん、うんうんうん。あ、そうそう、楽しさはね、歩きの方がおすすめって書いてたよ。子供も楽しいかも。ね、たっぷりお昼寝したし、じっくり行こう。それにしても暗いな。ねえ。ちょっとドキドキするな。ねえ。その道が迷いそう。狼って書いてる。大丈夫なのか。
あ、いる。え、どこに？あそこ。あ、歩いてたよ。歩いてた。いる。いたよね、今。すごい、ワニもいるらしい。え、雲がないよ。わ、魚。魚もいっぱいいるわ。本当だ。ドキドキ。なんか、ワクワク。ねえ。すごいね、大人でもちょっと緊張する ね。なんか夜の学校に忍び込むみたいな。あ、確かに。ワクワク感。うんうんうん。チーターだ。え、チーターもいるの。さっきの砂取り猫さんだったのか。あのボノボノで有名な。だからさん付けしたんや。あ、そうそうそう。なんでと思ったら砂取り猫さん。ボノボノの呼び方や。鳥猫さんだよ。砂取り猫だよ。これチーターと似てるやつ。なんかそうだね。てかさ、うん、てか自然にさ、うん、読んでたけど普通にカタカナだったね、うん、あ、ほんまや、日本語ね。おお、日本人客多いんかな。暗くてルートがもう人がいる方向に行ってる感じ。アルマジロだ。アルマジロ。うわ、アルマジロいる。アルマジロは変形するんだぞ。変形ロボ、トランスフォーマーだぞ。あ、いた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 。いたよ。アルマジロどうやって変形するの。丸くなるんだよ。くるーんってなって、くるくるって、ほらソニックだ、ソニック。いや、ソニックはハリネズミ。あ、そうか。ホットダムは怖い。暗くてわかんないけど、あそこにほら、あ、ほんまや、なんか動いてる。あ、あ、いる。いるいる。こういうことか、ナイトサファリ。暗くて暗いけど、なんかいるっていうドキドキ感。でっかいのがいる。あ、いるいるいる。レジャーな。いる。いるの？怖い。いるね。いる。いるかどうか、いるかどうかの確認。いるいる。レジャー。これジャック。トリケラトプス。トリケラトプス。トリケラトプスだったらどうする？もうちゃんと柵があるね。すごい怖くないのそれ。めちゃくちゃ触るけど。そうじゃないじゃん。これなんで、何でできたの？スネークだ。あ、こっちは骨だ。骨骨。え、それ虎の骨あって、虎の骨珍しい。なんかいそうでいないな。おお、もうこんな感じ。小山の中にすごい段差がなくてキャリーが引きやすい。サルと、あとなんだ？あ、サルコーナーですか？サル2人だ。あとなんだ？金華城。金華城。張り切ってるね。いる？ハリネズミ。本当だ。金華城だ、金華城。今知った言葉を。ほら奥に動いてる。すごい。サーモグラフィー？プレデターだ。プレデター？プレデターの映画で、うん。プレデターサーモグラフィーで敵を探知。あ、そうなんや。全然ピンとこんかった。サルあんまりいないね。ねえ、寝てるのかな。さっきちょっと動いてたけどね。ハリネズミ。それもいるんだ。探してみよう。さっきいたでしょ。いいな。ここは本当トラムでは来れないから。ウォーキング車の特権ですね。結果こっちで良かったかも。嬉しいな。嬉しい？水曜どうでしょう。うん。ナイトサファリに憧れてた。ああ。体験っけ。そう。一回体験してみたかった。いいやつに応募したやろ。あ、めっちゃいいね。ありがとう。でこれは私の希望。一人ずつの希望を叶えていく旅行やから。お、なんかキラキラの橋やん。なんだろうね、橋を渡るよ。インスタグラムスポット。インスタグラム、この橋が。え、インスタグラムスポットだとそっちから言われるとなんかな。え、ワニじゃない。あれ、ワニ、ワニじゃない、ここ。ワニだ。ほらワニ。え、ちょっと怖いね、ここ。ワニいる。見てワニ。うわー、夜のワニ怖っ。
ゆっくり動いてるよ。あ、怖かった？え、見えた？見えた。あ、すごかったな。これはさ、大人でもちょっと怖いで。そっと行こう。そっと行こう。これぐらいお客さんいてほしいな。お客さん少ない時来たらちょっと怖いな。なんか臭い。臭い？トラムが通ってます。トラムもむき出しなんだ。そうそう、むき出し。でもちょっと安心したわ。なんで？動物園みたいに柵があったから。あ、それないと怖すぎるやろ。ドキドキしてる。あ、トラムとルートは全然違うんやね。おー、ドキドキしますね。ゾウがあそこにいるんだって。え？ゾウ。ゾウ、うん、あ、ゾウもいるらしいよ。あ、ゾウ大好き大好き大好き。ご機嫌。え、どう、怖くない？うん。え、怖くないな。ゾウ怖い？違う、ナイトサファリ怖くないって。怖くない。怖くない？違い。だって動物だもん。そうだね。動物だって怖くない。怖くないな。なんだなんだ、なんかいるっぽいぞ。ハイエナ？ハイエナだ。ハイエナ。あ、いる。ほら、ライオンキングの出てきた。おー、夜のハイエナかっこいい。こうしっかり見えないっていうのが神秘的でいいですね。昼の動物園ではあんまり味わえない。見えた？ハイエナ。ハイエナ見えない。え、見えなかった？ほら、上、ほら、来てる来てる。ほらほらほら、来てる来てる来てる。これハイエナだ。え、すいません。うわ、すごいな。すごいね。狼もいるらしい。いるらしい。レオパード。レオパルト。レオパルトって何？今日のちっちゃい。楽しみ。楽しみだね。見たことない動物いっぱいある。ね、見たことない動物いっぱいいるね。ゾウは見たことあるよ。そうだね。いいな、個人トラムいいな。なんかいた？この 木の上寝てる。これタムタチタムタチみたい。タムタチタムタチ。これはなんだ？黒い塊。カメとカメレオンみたい。ビントロングだって。なんだそれ。ほらほらほら、起きた起きた。顔はどんなんですか？でけえ。タブトチタブトチの背中だったんだ。すごいモフモフや。かわいい寝方。ぐるんと落ちへんのかな。見たことない感じだね。あ、ここタブトチタブトチの背中かなと思った。おお。あ、ブランコに乗ったぞ。今こう来て、うん、ここだ。おお、まだまだよ、ね。山嵐のジレンマ。山嵐。生山嵐やん。山嵐来た。うわー来た。しかもナイト山嵐のジレンマや。あれ、スローロリスいるじゃん。お、ほんまや。どこ？今からいるよ。目がクリクリのリス。めっちゃゆっくり。目がプリプリのリス。プリプリじゃないよ、クリクリだよ。目がプリプリって可愛い。ナイトサファリの中心にお菓子やらアイスやら売っているなんかイートスポットがあったので、トニーもここでちょっと小腹が空いたのでご飯食べてます。すごいね、なんでこんなところで、ね、いっぱいアイスくれた対応してる。すごい。なんかこのワクワクの時に人って食欲増すんかな。いやでも確かに食べたくなる。不思議やね。なんかお水を補充スポットがあって入れていいらしい。すごいね、
ありがたや。ねえ、熱中症対策かな。みんななんかマイ水筒を持って入れてるね。ねえ。笑顔だ。まだまだ歩くから。まだまだ。よし、再スタート。インドサイコーナーに行きます。ブガン。トラムのルートや。おお。我々はこっちへ。うわ、ええー。すげえ、何これ湖？湖だ。でかっ。すごなんか恐ろしい。すご海？わからん。なんやろ。あ、でも湖じゃん、マップ的にさ、うん、真ん中にでっかい湖あったやん。これか。うん。すげえ。うわぁ。うぃー。カッパいそう。カッパー。シンガポールもカッパいんのかな。見ちゃいけんものを見てるような覗いてるような感覚。あ、人いっぱいいるってことはサイがいるんじゃない。めちゃくちゃ近くにいるよ。てか近サイなんか食べてる。なんか飼育員さんがなんかご飯あげてる。カッパだよ。あ、カッパ飼育員さんが電話しながらご飯あげてる。見える？プライベート電話かな。見える？どうですか？いる？見える？年齢してないね、サイね。ああ、すごい。おお。トリケラトプスみたいな。ねえ、トリケラトプスみたいだね。似てるね。あ、パゴ動いた。怖がらせる親父。無駄に怖がらせんねよな。親戚のおじさんとか。あ、葉っぱすごい動いてる。無駄やねんよな。パパ頑張ってる。坂道頑張ってる。ここにもなんかいるんちゃう。あ、ほらほら、あそこ動いてる。え、あそこの木の上なんかいる。うん、ほら。あ、クマだ。クマか。あ、クマだ、クマ。ほら。お、走ってた。こお、クマだ。あ、木の上にも一匹寝てるんや。これさ、頑張ればこれっていうの。頑張ればな。え、頑張れば全然こっち来れちゃうじゃん。頑張らないでほしいね。え、クマ全然来れちゃうよ、こっち。本当に柵ないよね、ここ。ないけどさ、そこはどうにかなってるんじゃない、さすがに。すぐこっち来れちゃうと思ってたら、そこよく見たら深い溝がありました。でも溝が見えない形になってるね。すごいスリルだ。クマ怖かった。怖かった。夜のクマ怖え。クマ怖い。最近地面師たち見たからさ。あのクマのシーン。あれなんや、あのシーンなんや。レベナントもさ怖いじゃん。クマ、お前やディカプリオとやり合ったクマかもしれんで。わあ、クマも夜起きとるやな。ライオン見える？この中にコウモリいるらしい。かわいいよ。ガラスじゃないやろ。うん。かわいいよ。かわいいの行ってきて。かわいい。コウモリちゃいだったっけ？怖いというか怖い。ママ。ママ嫌いだったっけ？好きなの？お、ついてきて。パパ、バットマンだよ。パパと行く？バットマンかっこいいけど。ママバットマンかっこいいけど大丈夫？大丈夫です。行ってくるよ。あったよ。うん。あ、パパの、う、なんかいない？コウモリの声だよ。うわうわ、怖い。これ、誰の声だよね。鳥の鳴き声。いや、コウモリの声だよ。コウモリもういるぞ、多分。ほら、そこら中にいる。いないよ。いない？お、飛んでる飛んでる。痛い痛い。痛い痛い。
いたね、今。いたよね。後ろいた。飛んでる？ここバットマンがいるんじゃない。バットマンいるよ。コウモリ飛んでる、コウモリ飛んでる。パパ、バットマン。ほらほら、ほら、あ、うわ、やば、ここ。ちょっと待って。静かに、静かに。大丈夫、大丈夫。マジか。え、行こう。めっちゃビビってる大丈夫大丈夫、パパがいるから守ってあげる。でっかいね。うわ、やばいやばい。もうちょい見る？出る？よ、逃げろ逃げろ。あそこにいるよ、バットマンが。バットマンがかっこいいよね。え？バットマンかっこいい。バットマンかっこいい。コウモリが上にいる、いっぱいいるよ。飛んでる飛んでる、バサバサって聞こえるよ。コウモリめっちゃいます。なんで帽子取ったの？なんでパパ帽子取ったすごいよ、こんな近くでコウモリ見れることないぜ。ふっふっ、うわ、いる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 、出よう出よう。え、出る、出よう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 。すごかったね。こっちから戻れる。うわうわ、すごかったね。うわうわうわ、すごかった。あ、どうだった？どうした？え、怖かったの？すごかった。やばいやばい、一番スリルあったわ。マジで？めっちゃ近くをブンブン飛んでて。飛んでる飛んでる。この状態じゃない？いや、もうバサバサって、たまになんか本当にお化け屋敷みたいな感じで歩いてたら、たまに頭上ポーッと飛んで。真っ暗な？行ってみたら。いやいやいや、無理無理。いや、いい経験だよあれ。無理無理無理。いや、怖い怖い怖い、さすがに怖かったわ。私さ、ネバーエンディングストーリー2のさ、コウモリ男のイメージがあって嫌やね。そのイメージ。え、何？怖いから。パパ一人で行ってみて。どうだった？ママも普通にいるよ。もういや、行くの。いや、すごかったね。好きだけど、ちょっと怖かった？いっぱいいたの？いっぱいいたよ。飛んでたよね。ママ、このタイミングで誰もおらんくなってさ、ここに10分ぐらい一人でずっといてさ、怖すぎて人のインスタ見て紛らわした。そんなに近くは飛んでないんだけど、うん、まあまあでも、なんか当たってきそうな感じもある。え、それ屋内な？屋内屋内。へえ。なんか本当に仕切られた部屋の中で、うわ、もう普通に飛んでる。すごい。何匹も。いやいや、個性やもんね。怖かったな。どうでしたか？あれ。かっこいいけど大丈夫って言ってたやん。でもバットマンかっこよかったね。ちょっと違うかった？いやでも、いやでも。勇気あったよ。うん、すごい。パパと二人で乗り切ったな。ねえ、行けたのすごいよ。ね、よし、もう一回行くか。意地悪。嘘嘘。いや、おもろかった、おもろかった。へえ。行こっか。いい経験だ。お疲れ様でした。嫌いになってきた。何が？コウモリ。でも怖くなかったじゃん。怖い。怖いの。まあ、いろんな経験をしましょう。ママは絶対無理やけど。ここは山嵐。あ、めっちゃいるめっちゃいる。山嵐のジレンマって知ってる？山嵐さん。あなたたち、お互いがお互いを傷つけ合うのよね。でもそれこそが。山嵐のジレンマ。これロビン。
ロビン、あ、ロビンじゃないんだな、リツコなのよ。お、ホス、フルフル。ロビンだ、見てる。ロビンもね、同じ声なんだけど。鋭い。鋭いね。ね。お、それほどママのモノマネが似てたってことかな。そういうことだ。なんかいる。なんかいる。お、ウサギ。大きなウサギ。あ、あ、なんか。なんかすごい可愛い BGM。可愛い BGM やね。あ、来たよ。おおおお、なんだこの子は。あ、すごい近くに来たよ。なんかこれ。え、豚のような、ウサギのような。あ、これ、豚とウサギが混ざったやつ。豚ウサギかな。これやっぱりウサギかも。好き？うん、ママもそっち。うん、かわいいね。じゃあ、丸にしよう。丸だね。次のやつは丸。そうだね。丸だね。コウモリは？コウモリ丸にしたよ。あ、丸？うん、怖がってたけど、コウモリ丸だった？うん。あ、よかったね。だって土だもん。クマも丸にしたよ。したな。丸にした？バツはいたの？バツいる。え？ワニ。うん。あと何が怖かった？ワニ怖かった？ワニ怖かった？ワニ、クロウ。クロウも怖かった？ライオン。ライオンも怖かった？パパはちょっとクマが怖かった。パパはクマ好き。ママ、クマ、可愛いよね、クマ。ママね。パパちょっとクマがさ、人を襲う映画見すぎて。怖い。偏ってるな。可愛いのいっぱい貼ったよ。ね。うん。20個貼ったよ。20個？うん。かわいいの？うん。多いでしょ。多いね。あれ？ハイエナ。おー、ハイエナが、めちゃくちゃ近くにいるよ。ハイエナって結構大きい。体調すごいな。先陣切って。先陣切ってるよ。なんかあったらお願いよ。ワン、ツー、ワン、ツーって言ってる。ワン、ツー、ワン、ツー。あ、隊長、坂道ですね。この奥は行っていいんですか？隊長、暗いよ。お、すごい。行ってる。あ、すごい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 。霹靂一閃。霹靂一閃出ました。ここになんかいるぞ。どこだ、どこだ？うん、ママが隊長な。ママ隊長か。あ、すごい。あちら、カバじゃない。あれがバビルサか？え、あれカバじゃないよ。あれがバビルサだ。いや、カバでしょ。カバじゃない？カバかい？カバに見えますよ。カバか。でも、バビールーサって書いてあるよ。うん、バビールーサって書いてあるよ。バビールーサっていうカバじゃないかい？カバなのかい？あんたカバ？出ました。セルフで。トラにたどり着きました。トラだ。どこだろう。タイガ、タイガ。おー、出てきた、出てきた。あ、もう帅。おー、これかけたね。おー、わー、走了。为什么不在这看你一下？走了。おー、来た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 。すごいすごい。大虫。おー、かっこいいね。大虫。カシちゃんに会いたくなったの。おおおおおおおね、ライオンはね、トラと仲間なんだよ。そうだね。おー、でかいね。おお、すごいすごい。本当に合ってる。合ってるよ。合ってる合ってる。どっちも強いから。じゃあ猫は何と何と？ライオンとトラと猫は同じ仲間だよ。猫かって言うんだよ。お、来た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 。お、すごい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 。おー、近いよ。おお。おお、かっこいい。ライオンの血を見てほしいな。かっこいい。ライオンの血を見てほしい。誰に？タスマニアンデビルはめっちゃ凶暴な。え、そうなんや。うん、詳しいな、ちょいちょい。すごい攻撃性が強くて、うん、もうめっちゃでっかい相手でもひるまず戦う。なんでそんな詳しいの？動物園によく行ってたから。え、よく行っただけでそんな詳しいの？ダチョウさん。
いや、すごい、ほんまや、うん、え、結構肉食。ほらほら、これだよ。うわ、タスマニアデビル。タスマニアンデビルは、うん、あのこんなにちっちゃいじゃん、猫ぐらい、うん、でも噛む力が世界最強の哺乳類なんだよ。え、トラとかよりも噛む力最強。力最強。これは顎の力が尋常じゃない。でも顎ちっちゃいのにね。だからあの噛みつかれたらもう本当にえぐり取る。怖いよ。牙もちっちゃいし、顎もちっちゃいのになんで。そう、不思議よね。でも顎の力が本当に世界最大。でもすっぽんのあれちっちゃいけど鼻さんもんね。タスマニアデビルってガンなんだ。え、ガンで絶滅しそうなんだって。ガンなの。うん、キャンサーって書いてある。デビル顔面腫瘍病って言われる顔にできるガンがあって、あ、それが伝染するんだって、うん、それで絶滅しそう。タスマニアデビルは激しく噛み合う習性があるから、うん、それで細胞、がん細胞が噛み傷に付着して、うん、それで伝染するの。え、お互いお互い噛むの。噛み噛んじゃう。なんで。ほんまや、映像ある。いや、痛そうだよ。ほら、絶滅そうなの。病気なんだって。すげえ。うちは病気だの。いや、寝てるだけだと思う。すげえ。病気かな、どっちかな。寝てるんだ。おはようございます。やばいよ。え、わらび話し飼いゾーンやってかわいいな。マジか。かわいいじゃん。やばいで。話し飼いしてもいいのか。わらび話し飼いゾーン突入。あ、パンズリア。あの、丸いのなんかあんの。映らんけど丸いのがおるな。なんかここなんか、ま、丸いの。あれわらびじゃない。あれか、丸いのだから話し飼い。お尻じゃない。うん、うん、確かに尻尾がある、うん、あ、そこ寝てる。寝てる。おお、クリーンバンスリア。いたね。わらびで。なんかクリーンバンスリアみたい。あれ、ここだ。ほら寝てます。あ、なんか至るところもいる。寝てます。え、いる。あれか。あー、なんか動いた。ネズミのようなもんが動いたな。いっぱいいるね。なんせ話し飼いですから。はい、いる。おお、いた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 。お、近い近い。わらびーさん。わらびーさん。わらびー。わらびーさん、毛づくろし。いるよ。見えた？それ。ねえねえ、見えた？おい。捕まってる。なんで？怖い？バツ捕まる、どっち？なんで固まってんの？バツか。あ、バツだった。バツか。本当に？あんなに可愛いのに。どういう基準？どういう基準や。あ、丸だった、丸だった。丸か。丸かい。焦らすな。二回押した。あ、トンネルゾーン突入。うわ、サソリ？サソリだ。ほら。いる？あれあれ。水の横。これサソリだ。サソリサソリ。あれあれ、ほら、これ見て。わあ、見て見て、鍾乳洞みたい。おお、面白いね。そういうゾーンか。カエルだ、カエル。これカエルだ。カエルの。カエルコープ。あ、でかっ。あれだ。でけえ。カエル怖くない。カエル怖くない。カエル怖くないよね。カエルは？丸。丸。ありがとうございます。ヘビ。ヘビだって。ヘビ。なんか顔全然見えないんだけど。寝てるね。ついに。あー、出口や。あ、かわいいや。あ、かわいいだ。かわいい。最後に何これ、チンチラ？チンチラかな。かわいい。ハムスターかな。かわいい。ちっちゃいね。ネズミさんだね。3時間ぐらいかかったね。ねえ。結構長いこといたぞ。いや、でも楽しかった。楽しかった。あ、めっちゃ楽しい。ねえ。こんな規模やと思わんかった。いわゆるさ、動物園じゃん。うんうん。だけど、こう夜なだけでさ、うん、こんなにワクワクするもんだ。ねえ。まだあるの？
なんか本当にちょっとトニーもさワクワクしてて嬉しいわ。もう袋ももんだ。いやこれはこれはトニーにとってもめちゃくちゃいい刺激になったね。え覚えてるかな大人になっても。これはまた来たいね。また来たい。あめっちゃいるめっちゃいる。かわいい。あ何これリス。モモンガかな。モモンガか。かわいい。あ帰ってきました。最後はお土産コーナーがありました。こうテンションぶち上がってるお客さんがいっぱい買いそう。欲しくなるもんね。フラミンゴのさ帽子めっちゃ可愛くない。さっきちゃん似合いそうだ。可愛い。保育って買いたくなっちゃった。買いたくなっちゃった。これカワウソいたっけ。ガチャポンコーナーがありました。めちゃくちゃ日本製じゃない。めちゃくちゃ日本製。全部日本語なんだけど。今日もガチャポンといえば日本なんか、ね、山嵐のジレンマぬいぐるみがあったわ。これ私のペットにしようかしら。$29なかなか高いわ、ね、コウモリや。コウモリは丸だ。コウモリさ怖くなかったの。お、コウモリ頑張っていたから買ってあげようか。コウモリのぬいぐるみ。え、これがいいの。他にもいっぱいあるけど。コウモリ丸だって。え、ほらコウモリスタンプあるじゃん。こっちもコウモリっぽいよ。お、あっちもコウモリある。これじゃなかった。コウモリどっちだ。これこっち。かわいい。これ怖いの。これにする。怖い。ママのペットにしたら、うん、ママ買おうかな、これ。いいよ。ね、いいよって言ってる。はい、終わりました。いやじゃーん、買っちゃった。トニーはなんかいなかったけど、カワウソが一番可愛いって言って買いました。そして、リア君はじゃん、可愛い。タスマニアデビルのポストカード。とても凶暴とは思えない。かわいい、かわいい。そして私はもちろん山嵐のジレンマぬいぐるみゲット。めっちゃいいじゃん。これはさ、リツココスするときに絶対に持っていく小道具になります。あーよかったね。めっちゃよかった。なんかさ、シンガポールといえばさ、うん、マリーナベイサンズとかマーライオンって感じやけど、うん、ナイトサファリは外せません。いやーめっちゃいいね。なんか本当になんだろうな、あの背徳感がある。なんかしちゃいけないことをしてる感じがあるんだよね。ドキドキしたね。ドキドキした。冒険な感じもあるし、うん、あとやっぱりなんかさ、トニーがすごいね、あのワクワクしながら見てたのがね、うん、めっちゃ嬉しかったね、うん、しかも頑張ってた。めっちゃ頑張ってた。頑張って歩いて、うん、この乗れるキャリーを持ってきたけど、うん、でも全然乗ってなかったな、うん、2割も乗ってなかったんじゃないかな。そうだね、頑張って歩いたね、うんうん、トラムに乗ったらね30分とかそこら辺で回れるらしいんですけど、結果歩いてよかったかなと思います、うん、歩いて2時間半ぐらいかかったかな、うん、でも大満足ですね。めっちゃよかった。おすすめやで。おすすめです。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。メンバーシップでは毎週土曜日に生配信、そして毎週水曜日に限定のラジオ動画をアップしてます。過去の動画すべて見放題なので、はい、よかったらぜひメンバーシップの方もよろしくお願いします。お願いします。